選手かつては、夏場は、ロードレース、冬場は、トラックレースをこなしていたが、現在は、ロードレースに専念している模様。2002年、2003年のジュニア世界選手権において、いずれも3つの金メダルを獲得。2004年アテネオリンピックのポイントレースにおいて、連覇を狙うスペインのホワンャネラーすら、上位グループ選手から、1ラップ奪い取って、金メダルを獲得。 2005年、マドリードで開催された、世界自転車選手権のロードレース、アンダ U23、個人タイムトライアル優勝。2006年、2007年の同種目では、それぞれ2位に食い込んだ。2007年、ジロで、イタリア初出場、総合128位。2008年、ブエルター、エスパーニャ初出場、総合104位。2009年、 ツールドフランス初出場、総合140位。2010年、ティレーのアドリアティ国間一勝。ありがとうございます。